Thử tài kiến thức xã hội sinh viên học tiếng Nhật tại Đại học Hà Nội. じゃあ第1問。太陽から3番目の惑星は何と呼ばれますか？地球。地球。地球。正解！素晴らしい。おめでとうございます。次行きます。第2問。エベレスト山はどの山脈の一部ですか？エベレスト。ヒマラヤ。正解。すごい。おめでとうございます。素晴らしい。今2対0ですね。今。じゃあ第3問。円の角度は何度ですか？360度。おー、正解。正解。360度。当てます。正解です。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ第4問。おー、ちょっと難しいかもしれません。腐ることのない唯一の食べ物は？もう一回、もう一回。腐ることのない唯一の食べ物は何ですか？腐らない食べ物。腐らない食べ物。腐らない食べ物。難しいね。難しい。うん。ヒントは。ビヨン。なんだなんだ。なんでこれ。その虫、この虫は痛いです。カニ、カニ、どう思います？うん、正解です。正解。ハチミツです。ハチミツ。次ですね。第5問。一番大きな国はどこですか？アメリカ。え？アメリカ？アメリカ。違います。違う。ロシア。正解。うん、そうです、正解です。正解、ロシアですね。ロシアです。じゃあ次がラスト問題になります。頑張ってください、はい、体には何本の肋骨がありますか？32本。違います。ブ。36。違います。奇数になった。20以上。20以上。あ、惜しいです。24。よし、24。正解。今正解です。3対3で2人とも勝ちです。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ2人ありがとうございました。商品です。おめでとうございます。ありがとうございました。バイバイ。それでは、3分間のクイズをやっていただきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあ質問お願いします。 M10 の抹茶。マサです。マサです。日本人です。日本人です。何人や。はい、もう一人や。です。です。はい、じゃあ質問です。第1問。太陽から3番目の惑星は何と呼ばれますか？金星。金星、金星。ブー。地球でした。はい、第2問目。エベレスト山はどの山脈の一部ですか？エベレストはヒマラヤ山脈。おー、そう。おー、正解。じゃあ次、第3問。円の角度は何度ですか？360度。リボー。正解です。第4問。腐ることのない唯一の食べ物は何ですか？これちょっと難しいです。ヒントは甘いもの。ブンブンブン。ハチミツ。正解。はい、第5問。世界で一番大きい国はロシア。イエーイ、正解。やったやった。第6問。
体には何本の肋骨があるでしょう。え10本、8本、4本、24本。あ、正解。はい、はい、結果発表は6問中5問正解でした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。